朝ドラ、ブギウギ、第1週、わて、歌うで、第1回、予習です。今から75年前、戦後の世の中に、人々を楽しませ、励まし、生きる活力を与えた歌手、福来スズ子。歌で日本中を、ズキズキ、ワクワクさせた、笑いと涙の物語が始まる。大正15年、大阪、福島にある銭湯の看板娘、花田鈴子はいつも父、梅吉、母、艶、そして個性豊かな常連客の前で歌を披露している。ある日、鈴子は親友の太鼓から、好きな人はいないのかと聞かれ、朝ドラ、ブギウギ、第1週、第2回、予習です。アホのおっちゃんだけを、いつも、ただで銭湯に入れてあげていることが、気になった鈴子は、艶に理由を聞く。艶は、銭湯を開いた初日のアホのおっちゃんとの、思い出話をして、義理と人情、だからだという。自分も、義理、を返したいと、思い立った鈴子は親友の太鼓に義理を返すため太鼓の片思いを成就させてあげようとおせっかいをするのだが